里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、まもなく、はい、ドラフト会議ですね。そうですね、ドラフトに向けて、12球団の戦力を見ながら、どんな選手をドラフト指名したらいいかっていうところ、里崎の独断と偏見で、好き勝手喋ります、はい。分析すごいしてきてますもんね。そうですね。だから、反論は受け付けないです。受け付けないんですか？はい。受け付けないんですか？だから、独断と偏見だって。そうで、まあ、僕の意見だってことですもんね。いや、皆さんは皆さんの意見でいいんですよ。はい。違うよっていう意見もありなんですよ。はい。でも別に僕は受け付けてないっていうだけで、言うのは自由っす。はい。わかりました。まあ、ドラフト1位は絶対ピッチャー。うん、奥川くん行くのもよし、佐々木くん行くのもよし、はい、もしくは大学生の明治の森下行くのもよし、はい、ね、JFE 西日本かな、川野くん行くのもよし、左ね。まあ、誰でもいいんですよ。はい、だ誰が活躍するか分かんないんで、はい、この選手じゃなきゃいけないっていうのないんですよ。うん、言ったでしょ、はい。D ランクだったんですよ。そうでしたね。ね、後々 S と言われるようになるわけですから、ね、だから誰とんだけ、だからポジショニングをね、うん、重視して1位はピッチャー行きたいんですよ、はい、で基本的には1位から3位の選手っていうのは基本活躍してなきゃ困るんですよ、はい、4位以下の選手は頑張ってくれたらラッキーっていうスタンスなんで、うん、この1位から3位の人がどうにかチームとしてまとまるようにやっていきたいですよね。まあ調べてきたんですけど、ここ最近のドラフト高校生結構取ってるんですよね。まあ、藤原とか安田とか、はい、平沢とか、はい、一昔前に比べると年齢層がどんどんちょっと下がってきてるんで、いい傾向にはあるんですよ。おっさん連中が、うん、僕らも含めて一気にやめて、はい、若手にシフトチェンジしてるっていう傾向はいいんですよね、はい、でも結構何気に来年強いと思うんですよ。お、若手が育ってきてるんで、このままいけば。でも一つの懸念は、ロッテっていうのは今年いい感じだった、うん、来年これで大きく開くぞっていう期待する選手がほぼ連続して活躍しないんですよ。だから、まあ、酒井選手とか、酒井とか、はい、あとはまあ二木とかもそうだし、はい、来年こそは結構いい感じきたんじゃないかっていうのが、まあまあ活躍しないんですよ。だからそれが今年活躍した種市、岩下、はい、あとはまあ終盤良かった大島、はい、あのピッチャーが例年と違う期待通りの感じでうまく伸びていけば来年結構強いと思うんですよ。でもその中でですね、やっぱ若干心配どころがあるんですよ、はい、できれば中継ぎ欲しいんですよ。うーん、ちょっと中継ぎ陣がですね、全体的に年齢層が30オーバーが結構多いんですよ、はい、増田、唐川、松永、田中と4選手30代オーバーなんですよね。おー、で若いのは今年、まあ東、はい、まあ終盤ちょろっと投げて、まあ、1、2軍行ったり来たりしてる、まあ、来季以降期待かなっていうところと、まあ、酒井登場が、まあ、30歳以下で、はい、まあまあまあってことですけど、ちょっと30オーバーが多いんで、うん、こっから急激に能力が上がっていくっていうことはなかなか考えづらいところで、まあ、中継ぎ陣もうちょっと若い選手入れたいなっていうところもあるんですけど、まあ、とにかく1位はピッチャー、はい、で2位はね、はい、キャッチャー。キャッチャー、キャッチャーちょっとね、全体的に層が薄すぎるっていう、はい、結構年齢固まってますよね。まあ、年齢は25歳から29歳までの選手がほぼ全員、キャッチャーは何います？今ね6人、はい、あ、まあ、育成枠入れてないんですけど、はい、うん、うんうんうん、だからまあ田村とかね、田村、江村とか、はい、あの吉田、はい、うんと柿沼、はい、細川とか、はい、宗津、胸つぶか。あとね、名前間違えたらすいませんね。これは僕いつも言ってるんですけど、間違える僕が悪いんじゃなくて、僕に覚えられてない選手の方が悪いっていうスタンスでやってます。はい。まあまあ、なかなかね、解説とかしてても名前が出てこないから。そうです。覚えられてないっていうことが問題なわけで、うん、全体的にもピリッとしないんで、はい、もうここキャッチャー取ります。取ります。はい。もう誰取るか言います。はい。東洋の佐藤くんか、はい、東海の海野くん、海野くん、海野くん。僕に覚えられてない選手の方が悪い。大学生、東海大学。はい、この二人のどっちが取ります。じゃあ2位キャッチャーです。2位キャッチャー、はい、おー、で。若干気になるのが、はい、鈴木大地の F ですね。はあ、それ気になりますね。でも私はロッテにいてほしいなぁ、鈴木選手は。まあ、いてほしいかどうかは、うん、あの、気持ちだけでダメなんですよ。はい、あんだけ頑張って自分より結果残してない選手の方がポジションを与えられてるとか、うん、はい、そういうやっぱりね、うん、ところもやっぱシビアに選手は感じますから、まあそうですね、お金とかもそうだし、うん、ポジションもそうだし、はい、残ってくれとか言葉だけじゃダメなんですよ、うん、それなりの誠意を見せなきゃ。でもこうキャプテンとかやってて、
もうミスターロッテになれる存在じゃないですか。だからそれに見合うやつをあげないと。そんな、くじだけで言ってても変わんないんですよ。そうですね。もうお前そ、この帽子お前任せよと、そんなんも行ったり来たりどこへね、便利屋みたいに使われて、うん、明日ポジションないとか、うん、で来年のね、安田が上に来た時、はい、まだレアードと絡まってどうなんのかとか、うん、で動いていかなきゃいけなくなった時に、うん、それはきついですよね。で、自分より成績残してない人間がポジション任されて、はい、で、自分成績残してんのにポジションないみたいな。うん、それだったらポジション与えてくれてお金くれるとこ行こうかなって思うのが人間の心理ですよね。まあ、まあ、そうですね。まあどうなるか分かんないですけど、はい、そうなった場合ちょっと内野が出ようそうになるんで、内野手も欲しいですよね。そうですね。でもそこでね、若いのはね、まあ安田とかね、育成のチャタニーとかね、まあいろいろ二軍に若手のね、いいのが結構いるんですよ。はい。でも、選手とかにも頑張ってるじゃないですか。いや、頑張ってないです。結果残してないんで。そうですか。はい。二軍でも1割4分8厘、ホームラン2本、ね、打点7。まあ私はすごい応援してるんですけどね。まあ応援するのは自由なんですよ。はい。でもそこはもうあの、正しい評価を凝らさなきゃいけない。はい。まだ今のままだったら、高校の時よかったのになーで終わっちゃいますね。まあまだでも年齢が22歳なんで、はい。大学卒業したと思って、こっからどこまでも本当勝負ですよ。こっからね。はい、でもまだちょっと内野手も欲しいですね。なるほど。でもね、外野もちょっとね、はい。高年齢化が進んでるんですよ。荻野34歳、角中32歳、清田34歳と。で、岡がまあ28歳なんですけど、荻野はね、今年いい成績残しましたけど、うん、はい、若干、角中清田がちょっと下り坂入ってきてるところが怖いんですよ。うん、はい、そこをまあ見ながら、野手取るのか、内野手取るのか、外野手取るのかですけど、うん、ピッチャー、キャッチャーは1位、2位で絶対取った方がいいですよ。ほー、なんかこういう予想を聞いてると、ドラフト楽しみですね。まあドラフトがどうなるのかね。はい、僕の勝手な意見なんで。はい。これは、まあね。くじ引きもありますからね。そうそうそう。どうなるか分かんないですからね。これがロッテバージョンですよ。はい、わかりました。次。ヤクルトいきます。セリーグ。これはもう、当たり前のこと言います。はい。もう皆さんが全員思ってます。はい。あの、ピッチャー補強しましょう。はい。いや、もう、全員思ってるでしょ。ピッチャー、結構取ってるんですよ。まあ、2010何年は村上がね、はい、1位でしたけど、ね、2016年、寺島ね、はい、履正社。2015年、高山俊のくじ引きをね、はい、真中さんのやったーでの、はい、違いますよからの原樹里、はい。原、原。うん、2010年、安楽外してからの左の竹下。で、2013年は大瀬良くじで外してからの杉浦。今、日本ハムですよね。で、2012年が、藤波を抽選で外しての石山。でもまあ、守護神でね。まあ、今年怪我ありましたけど。はい、まあまあ、ここいい感じですね。で、2011年が、高橋周平くじ外して、川上竜兵。はい、で、2010年も、斉藤優ちゃん外しの、塩見外しの山田哲人。これも外してよかったですよね。まあ、そうですね。逆にね。いやそういうこともありますからね。で、2009年が菊池雄星外してからの中澤。まあ、くじ引きで外してるっていうのはありますけど、ほぼ指名選手。ピッチャーとして対戦できてないんですよ、うん、エースになってるっていう人が、ね、とかもうローテーションも絶対死守してるっていう人がいないんですよ、うん、これはちょっとドラフト戦略、うん、まあ失敗しちゃったかなっていう。そうですね、打線もいいんですけど、はい、ちょっとずつ穴があるんですよ。サードショートですよね。サードショート、まあ、サード最初村上サードで行こうと思ったら、はい、ちょっと守備に難があってファースト専属になっちゃったんで、はい、だサードが、まあ、最後ラインの太田選手とか日本ハムから来た、まあ、頑張ってましたけど、はい、でまあ、あのショートもねなかなか西浦とか色岡とかなかなか埋まらない中でこの、まあ、大引きをね戦力外っていうかね形にしてからのこの三遊間が、はい、もうちょっと欲しいですね選手は。なるほど。じゃあやっぱり上位の方にピッチャーを上位はピッチャーだけど内野手もやっぱ確保しておかないとちょっと不安なところはありますね。うん、であとですね、ちょっと外野がちょっと高年齢化になってきて、はい、あヤクルトも、はい、まあバレンティンもそうですけど、はい、まあ青木が38歳、はい、来年ですよ。はい、で雄平35歳、坂口35歳なんです。結構上で、ベテランですね。結構上なんで、頑張ってるんですけど、はい、若干怪我とかも怖い。うんうんうん、ね、ちょっと休んだりもしてましたよね。はい、で、まあ、塩見がね、はい、僕の後輩の赤間さんが、あの楽天の塩見しかいないって言って、いや、ヤクルトに塩見僕の後輩いますよって言った塩見がね。はい、もう言ってからね、あって思いましたよ。はい。すいません、本当に。が、26歳と、はい、まあ、ポテンシャルあるんで、期待感はあるんですけど、はい、若干外野手の、高年齢化も否めないところが、このヤクルトの強力打線をいつまでも頼り続けてると、うん、
本当に勝てなくなっちゃうんで。結構38、35って上じゃないですか、はい、その20代で控えてる選手っていないんですか？まあ、いますけど、はい、レギュラーバシーってなるまでっていうのがなかなかいないですよね。だから塩見とか頑張ってほしいですよ。26歳でね、はい、いい形で足も速いし、パンチ力ある、はい。でもやっぱり結果が伴わないですよね。だそこが伸びてくれればいいですけど、でもやっぱ全体的に高いんで、はい、保険っていうかね、バックアップメンバーもうちょっと作っときたいですよね。この強力打線を。ね、ものにできるように、はい、あとバレンティンとかもね、もういい年だし怪我もあるかもしれないしっていう、うんうん、だからそこも抑えたいんで、やっぱりでもまあ上位はピッチャーですね。ピッチャーもう必ずそうです、必ず藤井も絶対当てるっていうそこは難しいえ、結構そのもう一本釣り狙っていく球団もあるじゃないですか。だからそういうのもありですよね。どこまでスカウティングできてるかですよね。そうですね。だから DeNA とかね、うん、あの立命館の東とか、はい、一択で行って引いて新人王とかね、はいはい、だったりもするわけじゃないですか。そうなるといいですよね。だからそこまでどこまで、そう、ドラフト楽しみですね。楽しみですね。まあ、ロッテはピッチャー、キャッチャーと、はい、うん、まあ、いたら内野とか外野どっちか取りながら、まあ、ピッチャー集めて取りたいのと、はい、まあ、ヤクルトはもう、全部ピッチャーでもいい。その代わり、外野の高年齢化と、三遊間若干、危機感ありますよっていうところでいたら取りたいですよね。この動画見てからドラフト見たら、より楽しめるんじゃないですかね。そうですね。あと、佐々木何言ってんだっていう声もあるかもわかんないですけど、はい、あの、言う権利はあります。はい、でも、受け付けてはないです。響かないよっていう。まあ、あと、まだ10球ありますから、はい、しっかり勉強してですね、はい、あの、分かる限りのことをやっていきますんでね、はい、ドラフト当日どうなるのか、もしくはコメント欄で皆さんの意見がどんなのかがあるのか、まあ、楽しみにしてですね、はい、あの次の勉強に向かいます。はい。